久保ゆりかアルマキア情報局。皆さんこんにちは、徳井そらです。こんにちは、久保ゆりかです。徳井そら、久保ゆりかアルマギア情報局。この番組は歌姫音楽プロジェクトアルマギアプロジェクトの魅力や楽曲を私たち2人がお伝えしていく番組です。はい。14日、そして、うん、再放送だと21日ですから、はい、もう夏休みも間近というか、あ、20日ぐらいだともう夏休みかもね。もうなってんのかな。だいたい19日とかそれぐらいからだったよね。もう早いのか、ね、なんか自分たちいつから休みだった？海の日とかから？海の日かからじゃなかった？海の日ってなんだ？20日ぐらい20日ぐらい、え、海の日ってあったよね。え、どれもピンときてない。海開きそれとも、え、海の日あったよね。海の日、いや15は早いわ。19ぐらいだった気がするな。でも海の日、ね、20日前後かな。じゃあまあまあまあちょうど、でも待って待って、土曜日、まあ20日からじゃない、じゃあお休みもしかしたらね。21、あ、そうだね、そうね、最後の会社じゃなく学校行くのが、そう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 、金曜日みたいなね、19日の金曜日で、ね、っていう可能性は高いですけれども。朝顔持って帰るよ、こうやってもう今の子多分朝顔じゃないんじゃない？多分、うん、え？多分。何？朝顔じゃん。朝顔以外の何かもっとおしゃれなもの育ててるよ。キャッサバ？キャッサバ？キャッサバ？育ててるのかな？そうだ。え、ヘチマとか育てた人？ヘチマやったの？あったよね。たわしにするやつとかさ。そうそうそう。オクラもやったよね。オクラはやってない。オクラはやってない。え、なにそれ？え、なに？二人してさ、こっちからもオクラはやってない。なにその？やれよ。オクラ。だってやってないもん。なるはオクラ結構メインだった？いや、何オクラメインやん。朝顔もやってるっつうの。え、オクラやったよね。やってない。やばいよ。あ、じゃあ奈良だけかな。うん、奈良だけっていうのはないでしょ。関西じゃない？ピンポイントで。オクラって、うん、オクラ夏だよね。でも食べ物としては。うん、でもそれヘチマと被っちゃうじゃん。ヘチマだけでいいじゃん。でも同時進行だよ。いっぱいあるね、やることの。いいじゃん別に。朝顔育てのヘチマ育てのオクラまで。いいじゃん。一気にやった方が忘れなくて済むってことじゃない？かな。そうだよ。忙しいね、奈良の小学生はじゃあ。え、じゃあ、ね、逆にオクラの代わりに何やってたの？オクラの代わり？やんないの？いや、朝顔だけじゃない？ひまわり、ひまわりやってない？ひまわりはね、やってないけど、うん、公園にすごい咲いててで、なんか種を、うん、枯れてくるとさ、種が出るじゃない。え、どっから出んのあれって？ここいや、ここなんだ。やだ、鳥肌立ってきちゃった。大嫌いじゃん。今すごいドラム。やめてよ、ノースリーブなんだからさ。自分でやって、自分からなんかやったよね。最悪。そうそうそう、やめよ、ひまわりの話やめよ。じゃあひまわりダメなんだ、うん、ダメなもの多いじゃん多分。でも取れてれば、取れてれば大丈夫。ひまわりの種はつぶつぶのやつ結構多いよね、なんか。すごい嫌そう。すげえ嫌そうじゃん。一番嫌いなやつ何って。え、つぶつぶで、うん、なんか親戚の家にあったお皿。え、なんかつぶつぶのなんか気泡みたいな、気泡が入ってたってこと？気泡っていうかね、なんか、いやもう親戚これ聞いてたら、うちの家のこれだってなってるよ。なんかつぶつぶの揃ってないんだけどね。ダメだわ。良くないね。良くないね。とにかくつぶつぶがダメなんですよ。そうなのよ。タピオカは？タピオカは、うん、まだデカさ的にいいのかな。そうだね。なんかさ、牛乳みたいなやつにさ、白い透明のつぶつぶがちっちゃいの入ってるぞ。今日のお昼まさにそれだったのよ。で、あれ何なんだろうね。あれ何か分かんない。え、分かります？カレー屋さんとかのデザートについてくる。そう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 、ターリン屋とか、ね、ターリン屋のデザートみたいな。なんかなんていうの、ターリン屋ね、あれヨーグルトだね。そうそうだね、ヨーグルトの中に白いつぶつぶの、そうそうそう、なんかタピオカぐらい大きくないしみたいな。うん、いや、チアシードほどちっちゃくないしみたいな。あれ何なんだろう。ヤモリの卵みたいな。そう、プリプリはしてないよね。、うん、なんかみたいなぐらい。そうなの、私もさ、今日それ食べて、うん、これタピオカなのかなと思って、うん、食べたんだけど、うん、ちょっと分かんなかった。あれ何なんだろう、うん、中華料理系とかなんか ね、辛いもの、香辛料が使ってそうなところ、スパイス的なとこのデザートにはなんか、うん、あるよね、出てくるイメージあるわ。あれは平気なんだ。あれはね、平気、うん、なるほどね、うん、使っ
がさこう同じ色でさ白にさ、うん、白っぽいつぶつぶだから大丈夫だけど あれが黒だったらと思うと今ちょっとこの辺がゾワゾワしてきちゃった。黒ダメだ、うん、黒まあ確かにね。だからタピオカも結構ギリかもしんない。もしかしたらこれのさタピオカってなんていうのこれに入ってるからさ、あんまりわかんないけど、うんうんうん、広いバットに広げられたとしたらちょっとやばいかもしんない。じゃバットで飲めって言われたらちょっと誰も飲まねえよ。誰もバットでスコッチスーって言われたら結構きつい。カップだったらまだいけるけど、じゃこのサイズのさご飯米いっぱいの上に、うん、もう全体にまんべんなくごま引いてたら、あごまは好き。ごまもいいんだ。ごま一緒じゃないだってまんべんなく。ごまでもだってごまの形はさこうじゃん、涙タイプ、うん、雫タイプじゃん、うんうんうん、あれは大丈夫なんだけど丸よね。丸がほんとどういうことなんだろう。いやでもそしたらさ、うん、ひまわりのこれ丸じゃなくない？トン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 。お前ね集合体が嫌なんでしょ。集合がダメ。なんでゴマいいんだよ。じゃあゴマも嫌がれ。なんでおかしいでしょ。あでも白はセーフで黒いゴマだとちょっと。いやでもゴマ塩は好きだね。好きだよね。なんか好きそうなイメージあるもん。いや好きだよ絶対。大手屋でめっちゃかけたよかけるかも。かけたよね、うん、大手屋よく行ったよね。行った行ったよね、うん。隣に座ってた大学生がさごま塩手に乗せてずっと食べてたのよつまみにしてんのね。つまみにしてんの。そういうごま塩じゃないんだけどって言ってたよ。そう覚えてる。今思い出しちゃった、うん、私もそうピンポイントで覚えてるごま塩の少年いたよね。ずっとみんな食べてる間もずっとああそうやなとか言いながらさ、うん、スナックみたいな超カッコつけて食べてたよね、うん、最後なんかすっごい混じったのかな、隣の席から突っ込んでるかったかな。おいおいおいスナックちゃうねんぞーつって言ったらよかったんかね。怖いよそしたら。言ってないじゃん。あんまり若者は怖がらせるもんじゃないよ。そうそうそう気をつけないといけない。お姉さんになればなるほどやっぱりちょっとしたあれがさそうそうそうなんか圧力かけてるんじゃないかみたいな感じになるんじゃないかと思って。そうだよ。うちらのこのテンションで言ってもさ圧だと思いちゃうでしょ多分、うん、大丈夫だよって言って大丈夫怖い、うん、なっちゃうからそうよ。気をつけましょう気をつけましょう。さあということで、はいはいはい、今日も楽しくお届けしていきましょう、うん、アルマギア情報局スタート。この番組はアクアアリスの提供でお送りします。得意空久保ゆりかアルマギア情報局。改めまして徳井空です。久保ゆりかです。皆さんからの、はい、お便りを、はい、読んでしょうかね。いっぱいもう読んじゃおう読んじゃおう、うん、読むぜ。前回ちょっとインタビューコーナーがねいやそうなんだ延長しちゃったんで特番だったらね全然ちょっと、ラテランとは違う内容でお届けさせてもらって申し訳ない。いやこちらからもすいませんね。はい、じゃあ早速すみさんからいただきました、はい、ありがとうございます。そらまるしかちゃんこんにちは。こんにちは。私は最近仲良くなるために遊びに行くということに疑問を覚えます、うん、私の経験的には仲がいい人と遊ぶから楽しいのであって、うん、遊ぶのが楽しいから仲良くなれるとは思えません、うん、それに名前を覚えなきゃ輪から外れないようにしなきゃと気を使いながら自分の時間とお金を割くのは無駄だと思ってしまいます。日常生活の中でゆっくりでも当然と仲良くなってから遊びに行くのはダメなんでしょうか、うん、って来てますけど。いやもう聞く人間違えてるよね。そうだね。まずね。いやそもそも仲良くなるために深めるために遊びに行こうっていう発想がちょっとあんまないよ。そもそもないわ。っていうかそうなんだって世間ってそうなんだって今思ったから。そうだね、ただ単にみんな本当仲良くてみんなよく遊んでんなって思ってるぐらい。思ってた。でも今これ聞いてあもしかして仲良くないのに遊びに行ってたのみんなって思った。そうかも。それっておもろいの？じゃあ同じ意見だよそれ。だとしたら同じ意見なのよ今すみさんと。そっか。仲良くなるためにでも分かんない。その例えば私たちの仕事だと現場の雰囲気を良くするために、うん、例えば終わった後にちょっとなんかほんと軽くお茶しましょうよとかね合間で、ね、それはなんか仲いい悪いとか関係なくそうね多分会社とかさこの部活とかそういうなんつうのチームワーク
ークが必要なところではあるかもしれないけど、そうそうそう、なんか円滑にこう進めていくためになんか距離を、ね、パーソナルなところを知っておいてっていう。そうそうそう、でもそれは別にお友達にならなくてもいいんじゃないって私思っちゃうんだけど、うんうん、その仲間になるためになんか仕事を一緒に楽しくやっていくためにお茶するっていうのはいいと思う、うん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 、だからまあ遊びには行かなくていいよ、お茶だけ行けば。そうだね、うん、遊びにってなんだろうね、アスレチックとかかなこういうさ、なんかモーンってやつあるじゃん、シャーって言っていくやつ、最後ボヨヨヨヨヨヨヨ走りすっちゃったみたいなやつね、あるよね。え、あれしに行きたい、行こっか、うん、行こう。どこにある？高尾さん、高尾さん、ね、結構ね千葉にあるの？え、じゃあこの番組で行きましょうよ、これ、そうだ、これしに、イエーイ、アスレチック、アスレチック情報局に今あるアスレチックを探れっていう、かぶ、ね、ってこういうカメラついてる、はい、やりたい、あれやりたいよね、いいじゃん、あれいいね。大人になってからさ、そういうの乗るとめっちゃ怖いと思うの、うん、ブランコも私今怖いもん絶対に。ブランコね、怖くない？うん、でもね好きなんだよね。好き？乗ることある？ないけど、うん、たまにそういうとなんか見かけて乗るときはあるよ。乗ってんじゃん。でも3年に1回ぐらいだよ、ブランコ乗るときって。3年前にも乗ったことないよ。あ、ほんと？シートベルト欲しいもんブランコに。やっぱ怖いの私、うん、この間初めてさ、私 4D の映画見たの初めてね。え、でも私見たことないの。いや、もうね、なんかもう私滑りずっとこういう感じだったんだけどこれ正解って思ってた。落っこちゃうじゃん。え、だからシートベルトないのよ 4DX って。知ってました？知らない、みんな見たことないでしょ。びっくりした。見たことない私。もうアラジン一生もうこんなだからさそうだ、あの、そうそう、なんだっけ、あれにでしたらもうずっとムーディーな揺れでもう滑らないようにこうずっと力んじゃうじゃん。力んじゃってたから。え、コーラどうすんの？いや、だからもうこんなんなってたからさ急いで飲まなきゃいけないじゃん。へー、忙しいね。そうだから、そうなんだ。なんかこちょっと怖かったな。だいぶアトラクションだね。そうなの。いや、楽しいは楽しいけど、うん、2時間半はちょっと酔っちゃうなと思った大人は。え、ずっとずっとこの、え、結構ずっと揺れてたよ。誰目線なのそれ。そう、私も途中でそれ思ったこれ誰目線で揺れてんだろってだってこうカメラ手ぶれしそうだしさカメラマンなんてなっちゃうね。確かにそうだね、うん、なんかそういう作品だったら面白いかもしれないよね。そうだね、確かに。そうそう、面白いね。ちょっと、あ、じゃあうちらのアスレチックロケ 4DX にしよう。うわーぼよーもうこいつ目線じゃん、この頭につけるやつ目線だよ。いや、行きたいね、うん、アスレチック行きましょう。じゃあいい、ね、多分なんか言ったら大体叶えられそうじゃん。一回も叶えてないけどね、その外に行く系はね。そうね、うん、やっぱ外に行くのって難しいから。そうですよ、私の運転で行こう。え、どうした？ねえ、免許持ってんのよ。去年の8月ぐらいに取って3回だけ運転した行こう、現地集合しよう現地で運転するよ。運転していいよ、していい。高速は乗れないけどいい、うん、時間かかるよ千葉まで下道で下道で行こう。出れる？都内から何時起きたらいいのそれ早めにね。もう4時起きや、そんな4時起きよ。大丈夫、いいじゃん、いいじゃん。ありがとうございます。まあね、無理していくことはないでしょそうそうそう、うん、そうだよ、うん、はい、ラジオネーム海星さんからいただきました。ありがとうございます。久保さん、徳井さん、こんにちは。7月8月は海の日、山の日とお休みがありますね、うん、山の日。小学生の頃、そうなの、うん、小学生の頃は夏休み中なので山の日があってもなくても変わりませんでしたが、うん、大人になってからはめちゃくちゃありがたい存在になっています、うん、久保さんも徳井さんも祝日と無縁の職業ですが、うん、学生時代は、うん、3連休の時など何をされていましたか？何か思い出があったらお聞きしたいです。もうなんか悪意を感じない？学生時代はとこに赤線引かれてんの。え？悪意。わざわざ？そうだよ。わざわざ？
いやおえぐるね、うん、何にも覚えてないよ私。私もね、うん、何にもない。そうなるの分かってたでしょ私たちに学生時代の話聞いて、うん、あの時はねって絶対なんないよね。そうなんないの。私たちにエピソードないから、そうそう、代わりにあのさっき髪切ってくれた美容師さんの学生時代の夏の過ごし方を、うん、教えて教えて。あなんか群馬で育ったらしくって、うん、結構やっぱ遊びに行く夏の遊びといったら山だったんだって、うん、で友達と、うん、あの原付で山まで行って、うん、まあ、川高いところから飛び込んだり、あと釣りをしたりみたいな感じで、うん、まあ、日が暮れる頃にこう帰るんだけど、うん、車じゃなくて原付だからもうすごい寒くて、うん、帰る頃には唇が紫なんだって言った？しょうもないって言った大きい声で、あそうなんですねみたいな、へーへーへーってドライヤーであーされてる中全然聞こえないけど、うん、なるほどね、優しい。もうちょっと、あのさ、ドライヤーされてる時さ、もう買いませんでよくない、うん、と思ったんだけど、どう思う？多分さ、なんつうの、私はかけてあげたことないから分かんないけどさ、うん、かけてる方はもうさ聞こえてないのかな。かけられてる方は絶対聞こえないじゃん。聞こえない聞こえない、だってもうここに風が当たってるもんね。そう、って言ってるからさ、うん、なんか言ってるけど全然聞こえないじゃん。え、聞こえてないと思うよ向こうも。かけてる方も聞こえてないのかな。聞こえてない、だってこボソボソじゃなくてもさ、結構普通のボリュームで喋ってもえ、何ですかってそうそう、じゃあ喋りかけるなってなっちゃうじゃん。そうなの、だから山行くんですよって言われて、キャンプとかですかって言ったら、って言われて、キャンプとかですかみたいな、すんごい気になってる人みたいになっちゃったかなって思いながらね何それえ、いらねえ情報今入ったね絶対に。じゃあそうだね、まあ、それがうちらの学生時代の思い出は特にございませんということですか、うん、3連休ちょっとこの美容師さんの思い出で勘弁してください。どうぞ差し上げます。以上ですかね。もう1ついける？もう1ついきますよ。じゃあしようかな、はいよ。お名前はるきさんからです。ありがとうございます。徳井さん、久保さん、こんにちは。こんにちは。ま、前の放送で海運アルマギア情報局の話をしていましたが、あの海運カラーはその後意識してますか？もう2019年も上半期が終わるので、振り返ってみてついてたかどうかお聞きしたいです。よろしくお願いします。ああそうだ、この番組海運アルマギア情報局だった。そうだったね、何でも鑑定団に続く海運シリーズだったからね勝手にね、そうそうそう、乗っ取るシリーズがいっぱいあるのよ、うんうんうん、ここには。そうだ、乗っ取り方はかなり準備してあるんだけど、そうだねいやでもそれこそ今日パンツの色がさあれじゃない、海運さコンって言ってなかった、ネイビーって言ってたっけ。言ってた、全然もう忘れてんの。うん、忘れちゃってたわ。言ってた、しかもそれ教えてくれたの空だったよ。2019年はもう人間全員が紺色って、怖かったいつ生まれてようが何歳だろうが、もう全員人間、人類の人間みんな紺色をつけた方がいいって。あ、そうなんだ。そう、子供っぽいことはしちゃダメって、前髪も短いのはダメって言ったけど、そう、今日も切りすぎないでくださいっつって、うん、言っといたわ。そうだね、さすがすぐさ切りすぎちゃうからさ気づかといた、きつく言っといた。この人の意思で短かったんだよ今まで。そうそうだよね、うん、なんでそれなのにきつく言うの。ちょっと人のせいにしといた絶対にえ振りだと思われてる、見てくださいよっつって言っといたわ。いや開運、開運、開運、上半期の開運活動はどうだった。いや上半期でも私も踏んだり蹴ったりだったからさ、同じく。どうだよね、うん、そうなのよ、だから開運とはって思ってるよ。そうね、しかもなんかさ血液型とお誕生日、うん、そうそうそうなんか星座かな、前の見たんだよね。そう、血液型と星座かなんか、血液型星座と合わせた、うん、あのだいたい正月にフジテレビでやってる、そうそうそう、なんかあの500位ぐらいの、そうそうそう、540何位中のなんか運勢ランキングみたいなのがあって、うんうん、それちょっとこの間改めて2人で見たんだけど、うん、そう、あ一番560位ぐらいまであるんだっけ、うんうんうん、あって、あれあれ、うん、私が540何位とかで、で私が550ぐらいだったのえってそんなことあるって。そういや大体みんなさ真ん中かちょっとおもんないなって言いながら、そう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 、ね、前後じゃん、真ん中前後じゃん、うん、えって納得って、だいぶケツの方やんってなったよね。だからなんか、まあ、でも大喧嘩することなかったよね、ほぼ近いからさ、うん、なんか近いね、頑張ろうって、うん、
あれしたけど、うん、なんかその開運のそのなんだ占い師の方からのアドバイスみたいのがあったりとかして、うん、今年は悩むこととかあったりするかもしれないですけど、答えは出ないので何もしないでおきましょうって言ったから、うん、そうだね、もう何もしない、何もしないよ、もう家でずっと三角座りしてるわダメだよ、三角座りもすることになっちゃうから、あ、そうだよ、何もしない、受け身、もう全て受け身でいて、ね、受け流す感じがいいね。そうだよ、私たちちょっと、ね、なんでだろうね。まあでもそんなに最初からそう思ってるから特に悪いこと起きても何も思わないよね。そうなのよ、うん、その情報この間知ったけど、うん、もう今年始まった時にはあれこれついてねえなって思って気づいたから、もう何もせんでおこうってね。そうだよ、もう早く決めてたから。そう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 、だから私たちの結論としては、はい、そんなこと分かってたからっていうね結論言われんでも。そうだよ、うん、だからまあ開運を信じるも信じないもあなた次第ですけれども、うんうん、結果分かってたからってなるもんね。そう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 。でもね、あの下半期の開運情報ブックがあのそろそろですね店頭に並び始めていて、あらあらあら、私もでも、うん、結構ねもう5月ぐらいから売ってたのよ、うん、でも私は上半期を完全に乗り切るまでは買えないと思って。そうだね、だって髪もしんどいのに霜もさもっとしんどいこと書いたらちょっと早いよね。髪の終わりまでさ、うん、いけないと思うんだから。そうだね、7月1日にもう買おうか、分かった、うん、そうしよう、私もそうしようかな、ね、はい、情報が出たらまたこの番組で、はい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 、開運アルマギア情報局で、ね、はいはい、お伝えしますので、はい、お待ちくださいませ。というわけで皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。引き続きふつおたお待ちしております。それではここで1曲お届けしましょう、うん、ディーバーミューキャット&フェスタでミュージカルコネクト。では一人じゃできないかっこつまらないけど二人でやったらできるかっこ楽しいものにチャレンジしていきます。イエーイ。ということでもうね、はい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 、前回 そして、うん、その前々回とかから、うんうん、もう本当に予告していた、はい、いよいよ満を持して痛いわりの登場でございますから、はいはいはい、ちなみにこちら時間がなくてですね、多分2人でやったら楽しいもの1回ずつ1人でやってその後2人ですることになると思うんですけど、うん、時間がないでも普通に対決しましょう。じゃあよし、はい、いきますよ。そうね、はい、じゃあこれで勝った方はもう下半期からすごいハッピネス、うん、うわハッピネス、yes、ハッピネス、ゲットハッピネス、ハッピネス、ゲットハッピネス、じゃあ負けた人は、負けた人は、うんうん、バッドネス、バッドネスちょっとやだねバッドネスはね。ちょっと確かに。こちらじゃあラジオネーム琥珀さんからいただいたね、はい、このゲームやりたいと思いますよ。どっちからやる？これも開いてんだね、開いてる。いやまだそうじゃんけんじゃない、じゃんけんポン、なんでなんでなんで、あいこでしょ、あー気迫にやられた私。ズルだからズルです。え、私から？うん、来ますよ。うん、ふー、ふー。
かった。もう一回できちゃうんじゃないの？だろ。まあ、終わり。そうでもなかった。じゃあバットネス、キサワバットネス。バットネス。嬉しい。何もしないって決めたからな。受け入れるんだよ。受け入れていくわ。はい。はい、ということで、はい、以上デッドチャレンジのコーナーでした。得意空、久保ゆりか、アルマキア情報局。ここでアルマギアプロジェクトからのお知らせです。アルマギアプロジェクト6枚目のシングルの制作が決定しました。最新情報は本番組と公式ツイッターホームページにて随時発表いたします。はい、そしてアルマギアプロジェクトフィフスシングルミュージカルコネクトが現在好評発売中です。最初からマッシュアップ前提で書き下ろされた同 CD に収録のミューキャットソロ楽曲シンガーソング、うん、フェスタのソロ楽曲クラウドスキップの2つのメロディーが重なり合う、うん、とてもエモーショナルな楽曲に仕上がっております、うん、い続いて久保さんがディーバとして参加したパレードプロトコルディーバフェスタ、小倉優衣さんがディーバとして参加したルッキングオーダーディーバクルシュ、そして私がディーバとして参加しているスカイメーカーディーバミューキャットはそれぞれ好評発売中です。詳しい情報は随時ツイッターや公式サイトにてお知らせしちゃいます。以上アルマギアプロジェクトからのお知らせでした。得意空、久保ゆりかアルマギア情報局。得意空、久保ゆりかアルマギア情報局、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。番組では皆さんからのメッセージ大募集しております。コーナーは2人でこんなことやってほしいも募集中。デュエットチャレンジ、あなたの相談に即興ソングでお答えディーバ対戦、私たちが決着をつけます。アルマギア、ナイマギア、組み合わせは無限大、最強デュエット決定戦。その他、不相談、感想、私たちへの質問もお待ちしております。はい、メッセージの宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送特技空久保ゆりかアルマギア情報局各コーナーまで。メールの場合はすべて小文字でマギアアットマーク joqr.net です。マギアは MAGIA となっておりますよ。はい、いや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 、ちょっともう一回だけリベンジネスしてもいいですか。でもそれだったとしてもゼロに戻るだけだからね。もし空がハピネスしたとしても、そうだね、うんうん、まあ そうだね、そしたら持ち越しで。確かに、でもゼロに戻したいね、逆に。そうだよ。じゃあ私は当てるよ、頑張って。そういう中じゃん、うん、私がバットネス頑張ってするね、うん、じゃあ、はい、クボネスから押していいよ。クボネスから、はい、絶対私が当てるから頼むよ、信じてる。いける。あ、なんかいけそうだね、うん、おわ、よしよしよし2バットネス2バットネス確定じゃん、確定じゃん、確定じゃん。もうじゃあ2じゃ、2も来ちゃったら2ハピネスでごめんなさいね、もう申し訳ないわ。私の分も幸せ。そうだね、下半期、いや、私の幸せを空にも分けたいと思いますんで、収集させてもらいますんで、いっぱい場所を今年はね、いっぱいね、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、この番組は各週更新なので、はい、7月21日のこの時間は同じ内容が放送されます。はい、次回の放送は第35回目7月28日に更新です。もう8月になっちゃうじゃんね、早いね。夏のちょっとお出かけとかできたらいいな。そうですね、やっぱアスレチックに行きたいと思います、ね、確かに、ね、次回もアスレチックで、アスレチックから、アスレチックで会いましょう。アスレチック絶対3週からお届けするから、ね、そうだよ、絶対にそう、うん、絶対そうするからね。傘もあるし、でっかいリュック買うからね、うん、なるべく身軽に行きましょうね。はい、ということで次回もお楽しみに、うん、お相手は得意空と久保ゆりかでした。バイバイ。バイバイ。この番組はアクアアリスの提供でお送りしました。